こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきます。今日もそれでも住みたいフランス、飛畑ゆきさんという方の書いた本の中からフランスの、幼稚園の幼児教育の話をしたいと思います。これは91ページですね。新潮文庫です。読み上げていきます。社会の中で生きられる子を。フランスの子供たちは3歳、時には2歳から学校に通う。義務教育は6歳から16歳だけれども、その前に幼稚園にあたる3年間も国が無償の公教育を提供しているのだ。これがエコール・マテルネルと呼ばれる幼児教育で、エコールは学校、マテルネルは母親の母性のという意味だから、論理的には母親学校になるが、そうではなくて、幼児がお遊戯、図画、工作、歌、体操など、いわゆる幼稚園の活動をするところだ。第三共和制の頃のフランスの小学校は、怖い先生に定規でピシャリと手を叩かれるようなお仕置きをされるところだったから、幼児が行くのは母親のように優しい学校という意味合いだったのだろうか、ということです。第三共和制っていうのは、あれですね。普仏戦争に負けた後、確か第三共和制だったと思うんですけども、ちょっと今調べますか。まあ、普仏戦争って言ったら知らない人は知らないですけども、1870年にフランスと、統一したばっかのドイツが戦争して、フランスは負けたんですね。その後、教育制度を変えたってことですね。それまで帝政だったんですね。ナポレオン3世って人が帝政やってたんですけど、また共和制に戻ったんですね。共和制っていうのは王様のいない、王様とか皇帝のいない政治体のことを共和制って言うんですね。日本は立憲君主制みたいな感じですね。ってなってます。憲法があって、君主、一応天皇陛下が、象徴天皇制とはいえ、一応、外国から見れば君主だってことですね。王様みたいな感じで見られてると。エンペラーとは言ってますけど、皇帝ではないと。皇帝だったら帝制なんですけども。ということになります。皇帝っていうのは王様より上の人ですね。ローマ帝国の皇帝とかね、カエサルとか、ああいうのは、あと神聖ローマ皇帝とかね、あれは、王様より上っていう意味なんですね。秦の始皇帝とかね、あれは王様より上だってことですね。ということになります。で、それは置いといて、第三共和制の時、教育改革して、厳しい教育を義務教育でやってたんですけども、幼児教育は母親のように優しい学校だったということだと思います。続きです。でも、それを学校と呼ぶところがフランスらしい。年少組ではお昼寝の時間もあるが、幼児は実際小学生と同じように朝早くから夕方4時半頃まで8時間も学校にいる。学校6時まで学童保育に残る子どももいる。1977年以降は、国がエコール・マテルネル用のカリキュラムを定め、後の教育の準備段階として達成すべき目標を明確に打ち出すようになった。つまり、日本の幼稚園とは雰囲気もコンセプトもかなり違うので、洋学校と訳すのがいいのではないかと思う。日本もはじめ、外国人はこの習慣にびっくりして、そんな小さい時から一日中学校に通うなんてかわいそうと同情する人も多いが、フランスでは4、5歳児の 100%、3歳児の 99% が洋学校に通っている。バカンスが多いし、週4日制だから、その気になれば子供と付き合う時間はふんだんにある。私などは早い時間から子供は家庭の外で共同生活を経験した方がいい。母親も早くから子離れを学んだ方がいいと思っている。3歳からもうほとんど99%の子供は洋学校に通うと。バカンスが多いと休みが多いんですね。あんまり働かないですね、フランス人っていうのは。で、週4日制だから、3日ぐらい休みなんですね。で、そのサービス残業とかそんなもんでもないし、自分の労働力を安く売らないと。そういう歴史的な積み重ねが、あるんで、そうなんでしょうね。ということです。
だから、まあ、家庭での子供との時間はたくさんあるから、まあ、それだけ子離れ、母親も子離れを早く学ばせるということです。続きです。子供を産んでも仕事を続けたいと願う女性が増える中、フランスの洋学校は他のヨーロッパ諸国から羨まれているとも聞く。学校に対して悪い印象を持っているフランス人、過去ほとんどがそうだ。にも、でもエコール・マテルネルには、は世界に定評があるのよと誇らしげに言う人たちがいる。息子が通ったパリ13区の公立幼年学校の校長と面接した時、他者と一緒に生活ができて自立した子に育てることが目標ですと言われて、目から鱗が落ちる思いがした。そうか、学校とは社会で生きていける人間、かっこ市民、まあ、シュトワイアン シュトワイアンってやつですね。シュトワイアンってでも資産的なものは含むんで、本当は。まあでもまあ、日本でいう市民とシュトワイアン、シュトワイオン、シーズンって違いますからね。に育てる場所なんだ。ということですね。まあ学校に行くのは、まあ社会的な人間を作るためだってことですね。学校と社会ってものは直結してるってことですね。日本は学校が社会から隔離されてるんですね。だからいじめ問題とか起こると。で、教育現場に警察とか法律とか持ち込むなって言うんですけども、まあ、基本的には、学校っていうのは社会で生きてる人間を育てる場所だっていうのが、まあ、洋学校の校長先生の、まあ、方針だっていうことですね。続きです。パリの南郊外、ジャンティティ市にある洋学校の校長を務めるサビーズによれば、学校と後の学校との橋渡しをするのが洋学校の目的だという。カリキュラムにも他の子供との共同関係を強調する。共に生きるが言語習得に続く大目標として挙げられ、他人を尊重しながら自分の立場を持って意見を言える主体をとしての自己を構築すると書いてある。これ重要ですね。他人を尊重しながら自分の立場を持って意見の言える主体として自己を構築するって、もうジャン・ジャック・ルソーの社会契約論みたいなこと言ってるんですね。もうね、人は自由なものとして生まれたい、しかも至るところ鎖につながれている。ね。まあ、一般医師の指導を最高原則、ね、何ですっけ、一般医師の指導のもと、ね、まあ、みんなで共同すると。いうのに近いですね。まあ、ジャン・ジャック・ルソーってだから子供の教育にすごい影響を与えてるんですね。この後出てきますけども。小さなうちから大げさだと思う人もいるかもしれないが、なるほど、個人主義は三つ子の時から培われるのかと納得してしまった。カリキュラムは理想に過ぎないとしても、明快な目標を立てるのは悪いことでない。この言葉がカリキュラムに登場したのは2002年と最近のことだが、子供の自立と社会化は歴史的にフランスの洋学校の教育目標だったという。あ、でも2002年にできたんですね。この他人を尊重しながら自分の立場を持って意見の言える主体を自己として構築する。まあ、日本の学校でも言ってそうですけども、まあ、これ日本の社会だとなんかピンとこないんですよね。自分の立場を持って意見を言える主体をとして自己を構築するって難しいですよね。夏目漱石の小説読んでたって難しいと思うんですから、大輔だって宗助だって心の先生だって自分の立場を持って意見を言える主体として自己を構築しようと思って、世間から弾き飛ばされるっていう話になってますからね。続きです。フランスの洋学校は歴史が古いのですよ。前身は1801年、マニファクチャー労働者の子供たちのために作った保護施設です。とは言っても、それはもっぱら労働者階級の幼児を外界の脅威から守るための監視施設でした。1880年代にフレーベルの思想や積み木などの教育玩具に影響を受けた、ポリーヌ・ケルゴマールが幼児の特性を重視した教育的視点を取り入れて洋学校の基礎を築いたのですとサビーヌは語る。ドイツでフレーベルが有名なキンダーガルテン、幼稚園を創立したのは1839年。彼はフランスの啓蒙思想家ルソーの影響を受けていたが、ヨーロッパにおいては幼児や子どもの感受性に対する関心が高まるのは
ブルジョア階級が台頭して家庭という私的空間を大切に考えるようになる18世紀後半以降のことだ。子供はそれまで後継ぎとしてしか親の関心を引かず、教育ではなく調教するものだった。ケルゴマール・モルソーの思想に従って、子供の自由を尊重する教育を唱え、遊戯を中心とした幼児教育を一般化させたということです。フレーベルって人はですね、私なんか名前聞いたことありますけど、なんか岩波文庫から出てますよね、フレーベルの方って多分。フレーベル、ドイツの教育学者。幼児の心にある神性という神の性質をどのように伸長しているかということに不信。小学校就学前の子供たちの教育に一生を捧げたというドイツの人ですね。1782年生まれ。1852年没。ということです。まあ、上層教育っていうのを始めた人ですね。まあ、幼稚園というのはこの人が作ったんですね。アンパンマンで有名なフレーベル館は彼の名前に由来したものであるということです。どっかから本が出てるのかな。フレーベル著作集、フレーベル辞典というのが岩波文庫から出てますね。ということです。で、この人はジャン・ジャック・ルソーに影響を受けたんですね。18世紀の後半にブルジョア階級が台頭してきたんですね。私もフランス革命の音声で話してますけど、まあお金持ちが出てきたんですよ。産業革命っていうか、まあマニュファクチャーとか、なんていうんですか、家内工業制っていうか、まあ生産性が上がったんですね。で、金持ちが出てきて、金持ちが、まああんまり働かなくてもいい人が出てきたってことですね。働かなくてもその、収入がある人、まあ、賃労働者雇って、収入がある人が出てくると、この人はじゃあ、プライベートな空間を大切にするようになると。なぜかというと、これ、貴族っていうのは、子供を調教するもんだと思ってたんですね。貴族とか僧侶とかは、子供を調教するもんだと思ってたから、タレーランって言いますね。タレーランなんかもう全然、子供の時、まあ、あの人は足の不自由、生まれた時から足が不自由だったんですけども、なんか病気したんですね。全然親に面倒見てもらわなくて、なんか、確かおばさんのとこかなんかに預けられてですよ。育てられたんですね。おばさんだかおばあさんだか。で、そんなもんだったんですね、どこもね。子供の教育なんか親がやるもんじゃないと。なんか勝手に大きくなって、まあ、後々後継ぎにしていけばいいみたいな感じだったと。で、まあ、いわば調教だったと。でも、調教したとしても、すごい人はすごいんですね。なんか、タレーランっていうのはすごい人だと思いますけども。なんか、めきめきと、頭角を表していくんですね。だけど、ブルジョア階級っていうのは、自分の、私的空間、プライベート空間を持ってるから、まあ、ブルジョア階級だけはブルジョア階級で、なんだろう、社会空間を作っていったってことですよね。だって、貴族とか、僧侶とか嫌いなんですから、第一身分第二身分の人と革命でね追っ払っていったわけですから、だから自分たちの子供を教育して、まあ、自分たちの階級を再生産するってことを自分たちでやんなきゃいけないってことですね。あの血縁とかね、貴族生まれとかで全部決まってんだったら別に調教でいいわけですよ。後継ぎになればいいだけですから。だけど教育して自分たちの階級残していくっていうことがあるんでしょうかね。だからルソーが考えた多分その教育っていうのも、まあ、革命思想ですからね、ルソーっていうのはね。ことごとくだから新しい階級のための教育論みたいな話になっていくわけですね。それはなんか自由な主体を作っていくっていう話になると、ブルジョア的な。まあ、で、そういうのに見合った教育思想が、まあ、18世紀後半出て、まあ、このフレーベールっていう人がやったみたいに19世紀に幼稚園って形になっていったと。いうことですよ。まあだから幼稚園ってもの自体が、
ブルジョア階級の再生産というかね、まあ、日本では中産階級ってことですね。再生産のために、教育システム。まあ、ブルジョアとは言わないか。賃労働者。労働者階級の、家庭の再生産ってことですね。マルクス的に言えば、だから、自分の、まあ、労働力の再生産のために、あると。いうことですね。まあ、空想的社会主義者と呼ばれるロバート・オーウェンという人も、幼児子供のために、まあ、イギリス産業革命の中で、工場労働者の子供が健康被害とか、まあ、ネグレクトで早く死んじゃうんで、まあ、学校作ってんですね。で、その後、フレーベルが幼稚園という形で作ったということですよ。まあ、だからこういうふうに、一応、あれですよ。全然、で、歴史的な経緯があるわけですね。だから、幼稚園っていうのもただあるわけじゃないと。ある階級を再生産するために、あるってことですね。再生産という、人間に対して再生産って言葉はよくないですけども、まあ、それは、社会主義的な、マルクス主義的な用語ではそういうことなんですけども、近代にできたシステムだってことですよ。ということを忘れてしまうと、本当の目的が何なのか曖昧になっちゃいますよね。今、保育園に預けるとかって、まあね、お母さんが昼間働いてるから預けてるってケースがありますけども、まあ、そもそもその保育園とか幼稚園っていうのは何を目的としてできてんのかと。なぜ人は子供を産んで家庭を作んなきゃいけないのかと。その社会設計っていうのは思想、政治思想から来てるわけですよ。で、その政治思想っていうのも、まあ、元は階級対立から来てるわけですね。貴族対ブルジョアって感じなんですけどね。で、貴族は調教するんですよ、子供をね。だけど、ブルジョアは教育するってことですね。まあ、そんなことが書いてあると。で、まあ、今日はここまでです。まあ、また続きはお話しします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。